はい、どうもこんにちは、まつきです。これからね、毎日メイクを紹介しようかなと。今もう22歳になったんですよ。私22歳の毎日メイク見てください。はい、ウィーン。よし、はい、最初に下地使うんはこれ、ヘイミッシュのね、グローベースなんだけども、出すと本当にね、緩めのピンク、がっつりピンクというよりかはコントロールカラーぐらいピンクじゃなくて、ほんと緩い薄いピンクの色で、これがね、まあグローベースっていうだけあって、本当にね、保湿しながらすごいしっとり仕上げてくれて、顔の印象をパッと明るくしてくれるようなあのベースです。なのでこれがね、 SPF50 プラスの PA3 プラスで、割とね、紫外線にも万能っていうのでこれを使ってます。そんなにね、あの癖が強すぎない下地だから、日焼け止め感覚で使う感じかな、割と。なんで顔全体にのせます。次、ファンデ使います。ファンデはアイオペのクッションファンデで、 21C っていう色味。あのアイオペを使い始めた理由が、私仕事で韓国チェジュ島に行ったんだけど、チェジュ島のプリン屋さんの店員さんがめっちゃ肌綺麗で、え、可愛いと思って、で、あのもう店員さんに聞いて、何のファンデーション使ってますかって聞いたら、アイオペ使ってるって言ってたから、もうすぐあの免税店で買いました。はい、あ、まだ綺麗、やっぱ開けたばっかだけまだ綺麗。上が鏡になって、パフが入ってます。で、クッションファンデって割とこう塗りすぎてしまうことがあるから、本当にちょっとのせて、で顔に塗り広げていく感じで、このアイオペのクッションファンデのいいところは、まあ、肌をトーンアップしてくれるのも一つだし、あのしっかりこれ保湿もしてくれる、全然ね、あの肌乾燥しない、保湿もしてくれる感じのテクスチャーで、しっとりしてる。結構半分塗った、ちょっとやっぱだいぶね、トーンアップしてる気がする、これだけで。で、この後に資生堂のスポーツカバーっていうやつで、これはね S100 番なんだけども、で、私ニキビ跡がすごい気になった時とか、ニキビできた時はこれを使ってた。この辺のね、ちょっとね、赤い点々がうっすらある、こうニキビ跡とかにこうのせて、薄くのせる。これね、本当にカバールカっておすすめ、このコンシーラー。お母さんすごいさ、あのシミが気になるっていうから、これで隠してみたら綺麗に消えたよね、お母さん。なんかこんな感じで保湿しっかりできて、赤みを自然に消すようにしてます。はい、こんな感じ。次、フェイスパウダー、スキンブラパウダーの1番。こんな感じでパフが入ったんだけど、家で塗るときはトントントンって出して、大きめなブラシで T ゾーンとこの顔の周り、さっきこのファンで塗った上ら辺にのせます。なんかほっぺの辺はあんませんかな、割とツヤ肌が好きだから、眉毛しっかり描きたいから、眉毛の上には付属のパフでちょっとポンポンって。次、シェーディングします。使うんはフーミーちっちゃ顔シャドウ。このシェーディング優秀なんがさ、開けるとま鏡ついてて、筆がさ、これサイズがね、大きいのと小さいので分かれてるから、もう持ち運びもできるっていう、最強ですわ。こう見たら分かると思うけど、悩みが急進顔って言って、顔に対してパーツがこう寄ってるの、急進顔って言うんだけど、それを埋めるように、コンプレックスを埋めるように、余白、この辺余白なんだけど、その部分にシェーディングはもうマスト。この辺は付属の筆じゃなくて、ちょっと大きめの筆、これもブランドは6プラスってところね、すごい毛質いいのにね、アマゾンで安く売ってるからね。まずこの耳の付け根から頬骨の下あたりにこう入れてく、横から見たらこう数字の3を描く感じで。フーミーのね、ちっちゃ顔シャドウめっちゃいい、これ色が絶妙。あ、これすることで多分最初全顔に塗った
クッションファンデが馴染むというか、顔に首との境目が分かりづらくなる、こう色が浮いてこない、顔だけ白みたいなことあるやん。シェーディングすると割と浮かないから、丸顔ちゃんは筋の三角用にシェーディングした方がいいね。ほんで次、まあ付属のブラシ大きめの方で取って、あの鼻筋に入れる。眉毛の眉頭からこう下に鼻先に伸ばす感じかな。シェーディング終了、嬉しい。ベースはこれで完成。次に眉毛描きます。自分の中で似合う眉毛ってなんだろうって練習したんで、まあ紹介します。はい、まずね、自眉毛はこんな感じ、普通の平行眉って感じかな。自眉はまずペンシルで眉毛描いていくんだけど、使ってるのはケイトのアイブロウペンシル A の BR3 番、自然な茶色ってやつ。こう出すとね、かなり細いんよ。これがこのね、細さに惚れて使ってます。まずこの下のラインから描いていく。私はでも眉尻がどうしても足らんから、眉尻をさっさと眉山まで持っていく。眉尻の下のラインから取っていって、眉山につなげて描いていってから、眉頭に。女の子の悩みでもあるよね、眉毛を左右対称に描けた日ってあんまりないというか。ペンシルはこんな感じで終了。まあ、ポイントとしてはこう眉下からこうライン描いて、眉山につなげて、こう眉頭の足りない部分を描く。いつも描くときは鏡を大きめの鏡にするとか、少しあの遠目に鏡を置いて描くと、こう非対称に合わせやすいから、私はそういう風に描いてます。フェーミーのねアイブロウパウダー、色は A のダークブラウン。筆もフーミーの、これね太さがちょうど描きやすいよね。色は一色だけで、このブラウンのカラーを使ってます。でまず眉尻からこう描いて、さっきのねペンシルをぼかすように乗せていって、上から余ったパウダーでそのまま眉頭を描くようなイメージ。眉尻から眉頭にグラデーションになるように乗せていく感じ。割と今髪が暗めなんで、まあ眉毛の色も合わせて変えるんだけど、暗めだから割と使ってるパウダーの色も暗め使ってます。こんな感じ、完成眉毛。次、眉毛の次はアイシャドウに移るかと思いきや、リップをまず最初に塗って顔全体のバランスをまず見たいからリップを塗ります。で今の時期やっぱ紫外線が強いから、まずベースにモイスチャーリップ V っていうね SPF が入ったやつをベースに塗ります。これは色が何も入ってない、ただの保湿するリップなんだけど、唇もやっぱ紫外線受けるみたいだから、こういうのちゃんと塗る。毎日ねリップは変えるんじゃけど、割とここ最近使ってアディクションのリップスティックシアーの1番、これ、ね、塗ってみるとこれ超可愛いよ色。これね、乗せるとね、赤の色なんだけど、すごいピンク味が入ってて、すごいナチュラルにね、この春夏の時期使える明るめな赤リップ。生誕祭イベント2月にして、ファンの子からプレゼントでもらって、で、最近開けて使ったんだけど、保湿されるようなテクスチャーで、すごくいい。色が可愛いよな、まず。じゃあ、アイシャドウします。まず最初に、もうこれ長いこと使ってるわ、MAC のアイシャドウベースです。これを指にとって、まぶた全体にのせる。これね、クリームタイプでの、この次に塗るアイシャドウの密着感良くしてくれて、なんだ、ゴールドパール薄く入っとんかな。すごいまぶたが綺麗に見えるから好き。次は、3のアイシャドウで、シマリングカラーベールステートメントの3番。私の大好きなネイリストの友達がくれたアイシャドウで、中が開けると結構珍しい、こういうね見て細かい粉が入っとんよ。もうこぼさんよ、ほんま毎日気をつけとんだけど、これをねちょんちょんとこう蓋に出して筆でとっのせる、まぶたにのせてます。ラインの際から上にグラデーションになるようにのせます。ピンクオレンジみたいな絶妙な色、細かいほんとパールが入ってておしゃれな目元に仕上げてくれるっていう感じ。囲うようにね結構アイシャドウ塗るのが好きで、まぶたにのせるとこんな感じ、
こっちしてない方で、こっちがしとる方。すごい肌なじみがいいよね。色目こんな感じ。次、ビーバイバニラの SOR01 番スイートオレンジっていう色で、これもね、クリームタイプのアイシャドウなんだけど、すごく色可愛いから、これはもう大体、誰の顔でも合うんじゃない？知らんけど。まあ私よくね、こういったね、ちょっと色が強いタイプのアイシャドウは、下まぶたにのせます。で、なんで下まぶたにのせるかっていうと、私その目のパーツがどちらかというとこう、上目にあって、顔の中の。で、下にこう、どちらかというと可愛い印象ってこう下にある目なイメージがあるから、ポイントを下につけると目自体がこう下に見えるかなっていうので、塗る位置はこの涙袋のとこなんだけど、割とこう下まつげの生え際ぐらいにこうのせる感じかな。こんな感じ。ほんで次、アリクションザアイシャドウ057番のこの普通のマットなブラウンを目の際にのせます。まつげの生え際あたりに薄く入れます。下まぶたの目尻にも少しのせる。はい、アイシャドウこんな感じ。次にライン、ウズのアイオープニングライナー、これはブラウンのカラーを使います。二重幅が狭い方だから、さっきも言った通りここから描いちゃうと逆に目がちっちゃく見えるんで、ラインはこの目尻だけちょっと足すイメージで描きます。 0.5 ミリから1センチぐらいラインに沿って描く感じかな。次にマスカラ、デジャビュのファイバーウィッグウルトラロング F の1、まあブラックのカラーです。しっかりセパレートしたロングのまつげが好きでこれを使ってます。結構たっぷりめにつける。いつももうセパレート大好き、本当にもういかにまつげを伸ばせるかみたいなね。ちなみにまつげパーマはあのインスタに行ってるところをしてるんで、ハイライト見てみてください。めちゃめちゃね、まつげパーマ機があったよな、そこの店。門脇さんっていう方がやってもらってるんだけど、まつき割りもあるみたいだから。だから気になる方は行ってみてね。アイメイク完成。次チーク。使うのはマックのミネラライズブラッシュ、ウォームソウルってやつ。もうこれな、万能なんよな。ピンクのアイシャドウでも、オレンジのアイシャドウでも、あの、基本的にあの、ブラウンリップでも何でも合うやつで、ベーシックな色で。あんまりね、位置的には低すぎても、ちょっとね、あの老け顔になりすぎるから、この辺にポンポンと楕円描くような感じで入れてますね。いつも血色感足すぐらいで、あんまこう、まあ、バランス見てかな。なんか前までノーチークはまっとったんだけど、やっぱある方が印象はいいかなっていうので、最近ちょっと使うようにしました。ほんで最後、魔法かけます。魔法もうこれです。ローラメルシエのマットラディアンスベイクドパウダーの1番、このハイライトが最強なんよ、ほんまに。なんかね、もう回しもんかっていうぐらい宣伝するんだけども、これをつけるだけで一気に肌がほんまに綺麗になります。見てて、マジ見てて。ちょっと筆にとってこんぐらい、ちょっと太めのね。で、塗る位置はこの鼻筋、まあ、ツヤ大好きなんで、これでもパウダーでツヤを作ってくれるんだよね。今見てこれ、鼻筋に光が差したうるさいね、ごめんね、本当に。あとね、このね、目頭の下と、ほら、今ここ入れたじゃん。ここ入れてないじゃん。全然ツヤが違うんだよな。美肌に見せてくれる神アイテムやな、これは。これをするとき楽しい。もう楽しいでしゃあないよね、これも。もう魔法がかかってるから。もう魔法がかかってるから。ほら、ツヤンツヤン。ツヤツヤじゃないですか、これ。以上。です。アイメイクはこんな感じで完成しましたね。知ってる人いるかな？ MTV の初期、私がこう自分で頑張ってこう透明感メイクとかなんか撮ってた時期があったんですよ。
でまたこうして自分自身でこうカメラ回して撮るっていうのがもうなんか嬉しくて、はい、今はもうねミミ TV でメイク動画を月に 1,2 本出してたりするんですけど、まあ、こっちのチャンネルは割と日常的な YouTube を撮りたいなと、まあ、好きなようにちょっとね、松木沼に浸かるってよくそのファンの子が言ってくれるぐらい、やっぱなんだろうな、中身を知ってもらいたい YouTube にしたいなと思って今回 YouTube 始めたんだけども、リングライトがちょっと今用意できてなくって、まあ朝もう午前中から起きて、あのもう自然光で撮ろうと思ってこの窓際にカメラを設置して撮ってます。まあ、毎日メイクもどうせコロコロも私も飽き性だからメイクのね使ってる道具もすぐ変わるんで、まあ、毎日メイクも今春夏前はこんな感じですけど、また変わったら毎日メイク撮るんでその時は見てください。Can you come through?